今、そうですね、大体10分ぐらいは炒めている状態です。で、塩をしているので、野菜が弱火であれば野菜が焦げるということはないと思います。そして人参も、まあ、柔らかくはなってないんですが、ちょっとこう汗をかいてこう しっとりしてる感じ、このぐらいまで炒めてから水分を入れていきます。ここで、十分に野菜のうまみを引き出してあげると、美味しい野菜スープができます。